みなさんどうもこんにちは。みなこファミリー TV のみなこです。きよんです。まりやです。レッツです。ぼくです。りたです。りやです。はい、今日はこのメンバーで栃木県日光市鬼怒川へやってきました。日光市は結構家族の中のメンバーで学校行事で行ったりとかはあるんですけど、家族全員で来るっていうのは初めてで、鬼怒川、今日は家族旅行をしに来ましたよ。イエーイ。呆然としているりたくん。そう、りたくんはお泊まりのロケはもう初めて、ね、初めてじゃないかなね。みんなで来れて嬉しいです。まあ来れなかったメンバーも、ね、何人かいるんですけど、今日はこのメンバーでちょっと鬼怒川を楽しみたいと思います。でね、鬼滅の刃あるけど足湯みたい。あ、足湯したいかも。ちょっと見てみる。足湯あっち、あっちあっちあっちこれで、あったかいよ。暑い。やばい。どこ行くの？どこ行くんだろうね。なんで、アクも乗りたいの？あのお姉さんに手振られて、半切れ。半切れ。振らないでくれって。いや、行かないで。行かないで、乗りたいって。乗りたいの？ほら、見て、すごいね。あ、バイバイだって。ほら。見て顔、口が白くなってるよ。あ、口開いちゃってる。口リタ。もう今からご飯食べに行きましょう。はい。暑い。どこ？やっこちゃん。さあ、本日のお食事はこちらでございます。すじんこさんに行きますよ。うちはちょっとさ、やっぱさ、宇都宮餃子とかもあるぜ。もう最高や。おすすめとかこの辺の名物とかお聞きしてもいいですか？湯葉刺しがおすすめですので、湯葉刺し、はい、ぜひ湯葉刺し召し上がってください。 ありがとうございます。湯葉刺し、はい、聞き間違いない。湯葉って何？湯葉、お豆腐の作る時の上の部分かな。わかる。いや、ざるそば。これね、湯葉そばに行きたいよ。湯葉そば。大根だって。マジで。結局そばに。はい、お待たせしました。はい、どうぞ。はい、こちら鬼怒川サイダーです。はい、ちょっと入れたい。温泉ビールです。
じゃあ皆さん今日の、全力で楽しみましょう。乾杯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 。なんで見て、ね、シンピラはなんでさっきから全部ボタンも外れてるの？どう？何の味する？何の味する？結構しっかりイチゴ。イチゴ？熱くなってるよ、ほら、スマホが。シンピラは一緒に持ってる。なんか結構イチゴって感じ。イチゴサイダー。めっちゃイチゴ。そうだから。そうだ。見て。何入ってる？2人で。イバサシ？イバサシが、わ、美味しそう。美味しそう。ね、エビ、あげる？わ、美味しそう。え、美味しそうなんですけど。ゆずちゃん、あげた？ゆずちゃん。そのままね、頭も全部食べていいんだよ。どう？どう？美味しい？美味しい。めっちゃ美味しい。ふっと。ちれてる。私湯葉いきますね。ひじが使ってもリアちゃんが使ってても熱くなっちゃうけど、一回やめたり。いいや。豆乳の甘み。めっちゃ美味しいわ。いつも食べてみたい。食べない。どうやって切ればいい？これ。でもそのまま全部、そのまま全部いって、わさびちょっとつけな。うん、このまま？うん。このこのままいって。ビビビタ。でちょっとつけすぎだけど。ちょっと二人すぎだね。え、食べてみたい。食べな。のカレーだって。まずそっち。あくん、美味しいから、ママがじゃあ、カレーライスです。カレーライスです。わかめじゃあ、いいよ。レッドナイター頼んだの？カツ定食。カツ定食？とんかつ？うん。どうですか、お味は？美味しい。美味しい。めちゃめちゃ美味しい、ね、あそこにもほらなんかお店あるわ。鬼だ。さっきの鬼だよ。確かに。やっぱあれだね、お蕎麦屋さんとかうどん屋さん多いな。温泉のあれだから温泉まんじゅうとかも多いよね。みなこさん、鬼怒川は初めてですか？鬼怒川初めてだと思いますね。日光というとさ、日光猿軍団とかさ、そういうのは聞くけどさ。わっ、すごい。
すいません、ちょっとお店見てもいいですか、 YouTube なんですけども。ありがとうございます。射的ゲームとかあるよ。ねえ、おちびちゃん射的する人。はい。1人3玉までなのね。パチャンとやってね、ここに頭入れないとね。じゃあちんちゃん順で行こうか。そうね。じゃあリタ君から。うん、マコよろしいの。あ、持って持って持って、ここ持って。マコ車よーし、リタ頑張れ。せーの、せーの。惜しい。もうちょっと上だったね。嫌いにするの。これにしよう。あ、もうちょっとしたの。いけるよ、いけるよ、頑張れ。頑張れ、いけ、見た。頑張って。やりました。よしよしよし。あ、あのピンクです。大きくなっちゃった。おお、すごい。かっこいい。かっこいい。キュアちゃん、はい、ありがとうございます。キュアちゃん、すごいじゃん。すごい。もう一回頑張って。よし、頑張れ。あ、惜しい。惜しい。おお、よし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 。なんだ。結果全部もらいました。なんて優しい。でもいい？いいよ。何狙いに行くの？何狙い？おー、ペットボトル。あ。残念でした。ありがとうございました。どれ買ったの？お姉ちゃん何狙ったの？何狙ったの？うん、透明の真ん中の段のこれ。あ、はい、これ狙ったの。じゃあばあちゃんあげるから。ありがとうございます。私は今度そのお金は私はもらっていました。もらったって。ありがとうございます。じゃあ、あんたもらいの子や。あの子。ありがとうございます。超かわいい。これ。かわいい。かわいい。かわいい。超かわいくない？めっちゃかわいい。みなありがとうございます。すごい美味しい。2つぐらい買う。ストロベリーソルトチップス。これ食べていいの？あ、ま、食べて。あとレモン。すごい、買うしかない。
ありがとうございます。お孫さん、あ、もうお孫います。お孫います。お孫います。なんか可愛い、これちっちゃ、あれやだ、嬉しい。これゆっちゃんどうぞ。みんなこのままだ。ありがとう。写真撮ってもらってもいいですか。はい、大丈夫です。なんか隣になって、そう、みんな隣になって。いや、もうなんかみんな大人になってます、ね、大人になりましたね。はい、行きますよ。はい、チーズ。はい、OK です。もう本当にありがとうございます。ちょっとチャンネル登録をしてるので。あ、嬉しいです。ありがとうございます。バイバイ、楽しんで。ありがとうございました。すいません。どうも。バイバイ。あくん、あくんもありがとうございます。ありがとうございます。幸せギラだよ。あれ？先回りしてた？皆さん、カメラ見てください。行きますよ。はい、チーズ。これね、今日泊まる宿泊施設、ここなんですよ。めっちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗。私たちが泊まるのはこちら104号室です。こちらです。では入りますよ。うわ、すごい。え、やば、めっちゃ綺麗なんだ。え、すごい。新築みたい。やば。ふぅ、お邪魔します。お邪魔します。ようこそ我が家へ。やば、すごい。やば、きれい。ねえ、ちょっとさ、じゃあさ、一個ずつルームツアーしよう。うわ、下から行きましょう。そう、なんか子供が遊べるスペースがあるの。うわ、すごい。ちょっとほら、待って、みんなみんな。まあ、はしゃいでる人がいる。ここはね、和室みたいな感じになってて、シャワーだけど、で、ここで見て、あ、サウナあるの。なかなかさ、ちっちゃくもいるとサウナ行けないじゃん、行きたくてもね。こういうところで。これは多分サウナ用の。あ、そうだね。うんうんうん。あ、すごい。
キッチンとかもあって。いいな、こういう家に住みたいかも。今ほんとこういう施設、宿泊施設増えたよね。滑り台あるよ。え、滑り台上にあるよ。滑り台のところ上にあるよ。ほら、何やるの？滑り台。ねえ、携帯滑ってきた。ねえ、翡翠が滑ってきたんだけど。何キロまで行けるかが心配だけど、ここあ、危ない危ない、ママが2、3人分いけるってことやろ。これ天然かけ流しの温泉らしいです。天然かけ流しの温泉、すごい。お家で温泉が下に行ってみる。大丈夫だ。はいはい。ねえ、ちょっと下テラスがあるんだけど。Thank you.
野生動物いるらしいよ、これ。うわ、広いな。すぐ横、リバーサイドなんで、川です。で、やばい。すごいね。これはいいわ。シネマティックモード一緒。はい、こちらの宿泊施設はですね、6月の12日から本格的なオープンとなりますので、いやー、皆さん本当に来てほしい。やっぱ周りの環境がすごいし、ちょっとテラス出ると川のせせらぎっていうんですか、川のね、音がすごい心地よくて、夜とかテラスで食べるのね、楽しみなの。やっぱなんか家族だけの空間だから、やっぱちょっとちっちゃい子がいて、やっぱ気が引けたりするじゃんね、他のお客さんとかの迷惑にならないかなとか、やっぱ心配だったりするけど、こういうところだとね、安心して遊びにも行けるなっていう、ね、ちょっと今日泊まるの楽しみ、楽しみですね。じゃあ夕方になってきたからご飯でも作ろうか。そうですね、頑張りましょう。って言うほど気合い入れなくていいぐらいな感じ。ちょっと冷蔵庫にね、もうセットが入ってるんですよ。じゃんじゃん。今日の夜ご飯は鉄板焼きセット、でお米も入ってるので、お米をまず炊きましょうか。こういうさ、思い出、家族の思い出ってやってあげないと、いつ子供が大人になって一緒に行けなくなるかなんて分かんないもん。だって高校生組もね、今日はね、ライムとかライムとキラが来れてないけど、でもどうですか、こうやってなんか家族水入らずでこうね、あの料理もこうやってついてるんで、全部出してもらうとやっぱお金も高かったりするから、こうやって食材を用意してくれて、あの自分で調理するってタイプだとちょっとね、コスパ良かったりとか、なんかなんて言うんだろうね、このシステムとてもいいなと思う。になりました。今日の夕食はこちら、鉄板焼きセットがね、用意してもらってるので、でウェルカムドリンクとかいろいろな味の果実の、ね、スムージーなんかもあるので、皆さんちょっとじゃあ乾杯しましょう。私は鬼怒川温泉ビールです。じゃあ皆さん、お疲れー。安全。じゃあお肉焼いてください。焼きましょう。来ましたよ。美味しい。じゃあリアもこっちに入れる。違うよ。誰が買ったの？あの、用意鉄板焼きセットはね、地元で有名なこの吉野さんっていうね、お店の
ものなんだって。やっぱお店行くとさ、焼肉屋さんさ、大変だったりするじゃん。卵食べたい。こうやって、ないね。家族だけの空間で生きるのに。卵人参じゃなくて。あ、お肉が入ってた。みんな今のところ見てる。いただきます。もうどれぐらい、このベーコンはもういいと思う。こっちにあるの、めちゃくちゃ美味しいね、これ肉。あ、美味しい。あ、宮城が置くの忘れてた。ありがとう、ありがとう。ベーコンすごいジューシー、美味しい。あとで見ます。その。これじゃあ、私。じゃあ、ベーコン食べ終わったぐらいで食べてみて。トウモロコシいけると思うけど、これ。面白いな。もう、なんか、こういうところだと、やっぱ、ここの時間、みんなの食欲が、いつもよりあるって。確かに。で、あと、私ら何もしなくていいのかな。いける？牛肉めちゃめちゃ美味しいんだ。見た目がだってなんか美味しい。めちゃくちゃ美味しいぞっていう顔してるもん。さすが有名な牛肉屋さんだけある。捕まえた。すごい。こんな家に住みたい。素敵だね。うん、素敵。もうお母さんにずっとしたい。ずっとしたいね。みんなもずっとここまで見てほしい。うまい、うん、だってリカ君寝ててもさ、こうやってさ、なんか起きるまでじゃあちょっと節約しようかもができるしね、うん、そうだね、小さい子で何があるかわからんから眠くなるタイミングとかもね。誰かお風呂入ってた人っている？はい。あ、じゃあちょっとお風呂の感想だけ。お湯の量はどのぐらい進みましたか？あのね、天然かけ流し温泉だから、ずっとお湯がちょろ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 出てるんだけど、ちょっと厚めの温泉だった。だからちょっとお水で、ここのボタン押すとお水で、これが美味しいよ。ちょっと自分の入りたい温度が少しずつ出てるわけよ。だから、自分にちょっとぬるめに設定しといて、で、こっち使ってる間に、温かいのもちょろちょろ出てるから、出る頃には、なんかぷかぷかで出れる。天然かけ流し家族部、超贅沢じゃない？軽温サウナっぽいね。うん。どうなってるの？サウナもさ、やっぱなかなかあの、ゆずこゆと私たまにサウナ行くけど、翡翠とライムと、チェンジで入るの。うん。だからゆっくり入れないのね。だけど、もう、自由にさ、なんか遊んでたりとか、自分としたことサウナに入ってくるわって言ってるから、安心してサウナ入る。本当良かった。いや、今日も一日お疲れ様だったね。なんかちょろっとね観光できたけど、明日もまだあるから、明日もちょっと観光しつつで、プロジェクターとかもあるからさ、夜はちょっとみんなで映画とかでも見ながらゆっくり夜を過ごしてね、楽しみましょう。